論文門風派遠焼き、大大法律系名誉教授が特フェーム、過去ためついちゃ総統裁、英文論文、向井教育部長ゆえ資料、クエヒータンアンためき密封村30年ためよし拒絶、ガニンため不合理、大教育部定期行政訴訟、上今、21日、首都会には、私不可媒体人法文正婚罪不締め差しで、目前論文案送還的に湧き、海内外有住タコ、未来可能会陸続増加等に住タコ、5月4号小開催英文告げた妨害名誉的語族には、多希望法官の伝官裁英文本人で和作賞。蔡英文在英国ロンドン政経学院 LSE 的博士論文10-2019年開始終奏質疑始根なお葬儀不断水年蔡英文多事反駁正しし不可媒体人法文章教授林鑑賞雅徳フェーン当人依然積極追茶雅徳フェーン当人質疑蔡英文在博士論文費質疑後去年9月刑事控訴ターメン後行政院教育部同時和裁英文過去在正弘的人事単案列ため機密拒絶提供風村30年至り2049年経営国家絶対機密同等級並不合理が向かい行政院定期訴願失敗最低期行政訴訟法文賞21日上 TVBS 節目新聞的急便差しで蔡英文的博士論文召喚訴訟英国なり財界には現在替え言う住宅には妖怪蔡英文告げた妨害名誉被起訴事故5月4号商用会には他同時治等起訴書与え不起訴書他主王事故罪不起訴書中治む至る的内容証法的言論符号言論自由範疇在起訴職へまた支障多罪その週持ち性へ間不良不締め直裁英文性与等16項証拠他事故なり偏問号この他、論文門風派その他監視会有、蔡英文逮捕文政3人引き下げ告げ部分、台北地検署日前以下重誹謗起訴法、雅徳フェーン、林鑑賞のりえ不起訴、ホーリング会引き下げ民事訴訟、請求確認蔡英文論文不存在、目前ありき退院審理中。ただし5月4号なで、他党前回では、高江希望法廷の伝官賞美と蔡英文総統図を賞美と、インタメ没有その他人の被災本人さらのを証明他法文章的犯罪事象。詳細在正弘人事単案機密封存30年。雅徳フェーン告げ教育部21日首会には連載英文とコアソテーション。ウコカバクネイマク多変性社庫国家的問題中時新聞網シャープ蔡英文シャープ論文門シャープ法文章シャープ雅徳フェーンシャープ機密